私たちの研究チームは薬になりうる分子を大規模計算機シミュレーションによって設計しています。例えばウイルスの作るタンパク質に結合する分子によってウイルスの増殖を止めることができます。シミュレーションを使ってより良い分子を計算機の中で設計できるようにすることが私たちの目標です。新型コロナウイルスのタンパク質を計算した結果になります。このタンパク質はハサミの役割をしてまして、この赤い部分に相当するところがちょうどハサミの役割をする場所になっています。で、このタンパク質は2つのモノマーが一緒になっている系でして、実際にはこれぐらいの数、2つ合わせて1万原子ぐらいのサイズとなっています。計算にはこの周りにある水も実際に含めて計算しておりまして、全体で10万原子ぐらいの系の計算を行っていることになっています。タンパク質が薬分子と出会ってから結合するまでの時間はしばしば1000分の1秒以上かかります。通常の感覚で言えばこれは一瞬のことですが、1000分の1秒を計算機の中で再現するには4000億ステップの計算を繰り返さなければなりません。通常のスーパーコンピューターでは4000億回の計算をするには12年以上かかってしまいます。我々の研究チームはこの計算をたった10日で行うための技術革新に挑んでいます。分子動力学シミュレーション専用計算機 MD グレープシリーズは我々がかれこれ20年以上開発を続けているものです。初期のモデルでは静電気力、分子間力の計算のみの専用回路を作りました。これは今でいう GPU のような加速装置でホストの計算機につなげることでシミュレーションを実行します。これは当時の市販の計算機よりはるかに高速で、2006年には世界で初めて1ペタフロプスを達成しました。 MD グレープ 4A ではアルゴリズムをさらに改良し、高視点への電荷の割り当てる計算などを含めて全て専用回路に組み込むことによってさらなる高速化を実現しています。こちらが MD グレープ 4A のシステムボードです。この MD グレープ 4A のシステムボードの上には分子動力学計算を加速するために我々が設計した回路を含む MD グレープ 4A の LSI が搭載されています。この LSI が1個のボードの中に全部で8個搭載されております。先ほどの専用 LSI の上にはこのようにヒートシンクが乗っておりまして、前から空気を吸い込んで後ろのファンで吸い出すという形で効率よく冷却するようになっています。ここには専用チップから出る電気信号を光に変換するモジュールが搭載されており、その先に光ファイバーがフロントパネルまで接続されており、このフロントパネルの先の光ファイバーで他のボードにつながるようになっています。この部屋はサーバールームです。 MD グレープ4A は全部で64台の筐体が4本のラクに分かれて設置されています。で、それぞれの MD グレープ4A には前後左右上下に対応する相手がいますので、それとの接続をオレンジ色の光ファイバーケーブルで接続されています。で、その光ファイバーケーブルを使ってデータを通信することで一つの計算を行っています。それに加えて計算を制御するためのホストコンピューターと結果を格納するためのハードディスクのたくさん入ったストレージがそこにあります。で、全体の消費電力としてはだいたい 40kW ぐらいの消費電力になりまして、スタコンとしてはかなり少ない部類になります。まあ、そうは言っても 40kW の発熱がありますので、それを冷やすために周りにエアコンが設置されています。で、このエアコンの冷たい空気は網から出てきて筐体の中を通って後ろに抜けていくんですけれども、そのような空気の流れを効率的に作るためにファンが回っています。このうるさい音はそのファンの音です。これだけの大規模な装置ですが、1研究室の10人ほどで開発したというのは世界でも例がないと思います。開発の難しさは計算機の設計の知識と分子動力学シミュレーションの中身と両方の知識が必要になるところです。次の MD グレープではさらなる効率化、より高速な回路を設計したいと目論んでいます。同時に
現在運用している MD グレープ 4A を企業や大学の研究者にぜひ使ってもらいたいと思っています。専用計算機といっても市販の計算機で動く分子動力アクシミュレーションと同じですので、ぜひ活用してほしいと思います。ユーザーが増えれば次の開発に向けた原動力にもなります。